よ。あ、皆さんこんにちは。フィットネスメイトのヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はヒップアップにめちゃくちゃ効果的なブルガリアンスクワットのやり方についてお話ししていこうと思いますので、もしよかったら最後までご覧ください。フィットネスメイトでは筋トレの方法、実践編であるとか栄養学についてフィットネスに関係する動画を上げてますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では早速ですね、ブルガリアンスクワットの効果的なやり方についてお話ししていこうと思います。で、このブルガリアンスクワットで一番効く筋肉っていうのはお尻、そして太ももの裏、ハムストリングスになります。なので、このトレーニングの動作中っていうのはそのハムストリングス、太もも裏とお尻が収縮して窮屈になる感じ、そして伸びてる感じ、この2つをですね、掴めるように、体で感じれるように意識してやってみてください。で、今回はですね、それが感じやすくなるようなトレーニングフォームについてお話ししていきますので、よかったら一緒にやっていきましょう。で、まずですね、ブルガリアンスクワットをやるにあたってこのような椅子一つですね、用意してください。これ椅子何でもいいんですけど、できれば、もっと頑丈な、これ結構グラグラしちゃうので全然揺れないですね、頑丈な椅子、もしくはベッドとかでもいいですので、膝ぐらいの高さの台でもいいのでご用意ください。で、ブルガリアンスクワットは常にかかと重心でやるトレーニングです。で、前回ですね、スクワットについてもお話ししたんですけど、基本的にかかとで蹴り上げると太もも裏とお尻に刺激を生かせることができます。逆につま先重心にしちゃうと太ももの前に刺激を与えることになるので、例えば女性だったら大きな綺麗なプリッとしたお尻で細い足っていうのに憧れる方が多いと思うんですけど、もしそういう足を作りたいのであれば、太もも裏、そしてお尻を鍛えるようにしてください。で、太もも前を鍛えちゃうとですね、結構足が太く見えます。なので、男性の場合は逆に太もも前を鍛えることによって、がっしりとした足を作ることができます。で、ブルガリアンスクワットなんですけど、まず基本フォームが、上半身45度に傾けてください。片方の足後ろに乗せてもらって、もう片方の足前に出します。で、この時前足の方に前に出してる足なんですけど、体を45度に向けてバランスを取った時、かかとでバランスを取った時にちょうど垂直、地面と垂直になる位置に置いてください。例えばこれ近かった場合ですね、45度を傾けるとつま先中心に今なっちゃいます。で、遠すぎるとですね、垂直にならないんですね。なので、できればかかと重心で後ろの足置いた時に斜め45度で一番バランスが取れるのが地面と垂直の場所に持っていきます。で、この状態で左足は、後ろに乗せてる足っていうのは全然曲げてもらっても大丈夫です。この状態からかかと重心で斜め下にしゃがんでいきます。斜め下にしゃがんでいきます。で、この時なるべく膝が前に出ないようにしていきます。真下に降りちゃうと膝がすごい前に出ちゃうんですよ。で、最初も言った通り、この膝が前に出てる状態っていうのは、結構重心がつま先になるので、つま先が重心になってしまうと太ももの前に効いてしまうんですね。なので、肩と重心で膝が前に出ないように斜め下の方に降りていきます。この時後ろ足を曲げながら調整してください。これ足伸ばしたままだったら絶対にいけないので、左足で後ろ足を曲げながら、なるべく膝が前に出ないように斜め下に降りていきます。で、かかとで蹴り上げていきます。で、この時にブルガリアンスクワットで多い現象としては、後ろに乗せてる足の前ももに効いちゃう方なんですね。で、これが起きてしまう現象としては、後ろに乗せてる足で蹴り上げるように体を上げちゃってる状態です。ただこのトレーニングってすっごい負荷が強いんですよ。だから筋力が少し弱い方っていうのは片足で上げることができないので、どうしても後ろの足を使ってしまいます。なので、ご自身のレベルに合わせて、徐々に後ろに乗せてる足の力を抜けるように、イメージでいうとこれっていうのは片足スクワットと同じなんですね。なので、片足前に出してる足に全体重乗せて、後ろに乗せてる足っていうのはなるべくソフトに、
もう本当にこの椅子を触れてるぐらいの感覚ですね。椅子を触れてるぐらいの感覚で斜め下に置いて、かかとで蹴り上げていく。かかとで重心で、かかとで蹴り上げていく。でもしですね、まあお近くに誰かがいたら、前に出てる膝っていうのをこう前に出ないように触ってもらうと結構やりやすくなります。下がるときに誰かに押してもらって膝が前に出ないように、で、かかと重心で蹴り上げていくというふうにすると、このブルガリアンスクワットってめちゃめちゃハードなトレーニングなんですよ。スクワットができる人でも結構悶絶するんじゃないかなと思います。で、フィットネスメイクがこう皆さんにやってもらってます。で、皆さんが言う感想はもう地獄って言いますね。はい、それぐらいですね、ブルガリアンスクワットってめちゃくちゃ効果的なので、試してみてもいい種目じゃないのかなと思います。あとはまあ上半身がですね、力が抜けやすい方、グラグラになってしまっている方がいるんですけど、この場合バランスが取れないので、できるだけ上半身45度、お腹に力入れて固定した状態で、綺麗にトレーニングができるようにしてみてください。よいしょ。はい、ということですね。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。フィットネスミートが、まあ、こんな感じですね。トレーニングの方法であるとか、栄養学であるとか、家でも簡単にできるトレーニングみたいな感じでいろんな動画を上げてますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。